はい、こんにちは、チャンネルです。今回ですけども、今回の動画は、僕の一週間行動をね、やっていきたいと思うんですけども、これはね、ちょっと、総集編というか、僕が今までやってきた動画の中のコーデで、僕が厳選したコーデで、一週間コーデをまとめて動画を作ったんで、今回はね、過去にね、紹介したコーデがね、出てくるということで、見たことあるようなコーデが出てくると思うんですけど、ぜひね、またなんか、ハイライトというか、そんな感じで見てもらえたらなって思います。でね、新規の方はね、僕のね、厳選したコーデで、一週間コーデをしたんで、ぜひね、楽しく見てもらえたらなって思います。あとね、なんか、過去にやった動画を切り抜いてやってるんで、僕ねいつも最初にルック〇〇で過去にルック〇〇っていうのをテロップで入れてるんですけど、そこはね過去の動画から切り抜いたものなんで違う数字に、ね、なっちゃってることもあると思うんですけど、そこはねちょっとご理解ねしてもらえたらなと思います。ということでね、早速オープニングはここまでにして1週間コーデ見てもらえたらなと思います。こちら水曜日のコーデですね。こんな感じかな。めっちゃ僕正直言っていい、このコーデ直感で思いついてこのコーデにしてるんですけど、めちゃくちゃかっこよくない？即思いついて即組んだコーデなんですけど、このカーキーで合わせて中黒のパーカーで、これちょっと大きめのベストだから前開けてちょっとオーバーサイズで着てるって感じですね。どうでしょうか。めっちゃ良くない？これね、まあわざとフードかぶってるんですけど、こうやってあのこのデザインが見えるようにしてる。せっかくなんでね、はい、こんな感じかな。なんかコメントでデニムのセットアップの時に色合ってないですよみたいなことあったんだけど、僕それあえて色合わせてなくて、色合わせても全然おしゃれかなと思うんですけど、なんかあえて色外して着てみたっていう僕は感じなんですけど、これもねまあ別にちょっとね色が若干違うかなって思うんですけど、上の方が濃いかなと思うんですけど、これもね別にそんな多少はね違くても全然僕はいいかなと思うんで、こちら着てみました。このねパンツが薄いカーキ色だから僕はね合うと思うんですけど、これが逆に濃いカーキ色のパンツだったら僕はあんまり合わないかなと思ったんで、今回はこの薄いねカーキ色にしたんですけど、あとねこのパーカーめちゃくちゃ僕ハマってるんだよね。ベルシカね、ベルシカめちゃくちゃいいから、海外チックなものがいっぱいあるから、もうねなんか最大 70% オフセール終わっちゃってるかなと思うんですけど、多分ねまた近々セールとかやると思うんで、前々回ぐらいかな、こちらの動画でベルシカの購入紹介とコーデ紹介載せてるんで、ぜひねチェックお願いします。あとねベルシカ値段はね、まあ、安くもなく高くもなくっていう商品が結構あるんで、ぜひ買ってみてください。こういうコーデ女子とかがしてたらめちゃくちゃ僕好きかもしれない。こんな感じかな。ということでこちら水曜日のコーデでした。こちらラストなんですけど、こちらも白パンツなんですけど、まあね僕のねこれがリアルの5日間コーデということで、同じアイテムもね出てくるよって言ったんで、こんな感じかな。で中白でね、この T シャツもねめちゃくちゃ今ハマってるんで着てるんですけど、まあリアルなんでさ、やっぱり皆さんもねお気に入りのアイテム、最近買ったこのアイテムお気に入りだからめちゃくちゃ使うみたいなことあると思うんで、まあそんな感じでね僕も動画を撮ってるんで、よくないこの合わせ方、紫と白ね。やっぱりね MA1 はまだまだ僕は好きです。まあ、こんな感じかな。僕の好きな MA1 のブランドがこちらのブランドでね、よく買ってるんですけど、こちらのブランドの MA1 が好きなんですけど、めちゃくちゃこのブランドの MA1 いいから、 MA1 好きな人はこちらで買ってみてください。 MA1 好きじゃない方もとりあえずね買ってみてほしい。あのね MA1 って結構前に流行ったと思うんだけど、マジで今もね全然使える。この MA1 はアウトレットで買ったんですけど、これもねちょっとお値段はね高かったんですけど、紫の MA1 ってなかなかないなと思ったんで、僕はね全然買おうかなと思ったんですけど、この色合いがもう完璧よね。めちゃくちゃ好きです。本当に。これ締めても全然いいしね。締めたらこんな感じかな。体質感もちょうどいいよね。MA1 ってさ、ベストとかそういうのだったら大きく着てもいいんですけど、MA1 が大きすぎるっていうのもちょっとね、あれだと思うんで、MA1 はね、ちょっと大きめか、ぴったりサイズぐらいで着た方が、MA1 はかっこいいかなと思ってるんで、僕はね、いつもそういう感じでサイズ感は決めてるんですけど、僕はベストとかっていうのは僕は大きめに着てもいいかなと思ってるんで、ね、そんな感じで MA1 は買ってます。ということでこちら、5点目でした。というこちら1コーデ目です。こんな感じかな。これに決めました。はい、こんな感じですね。このコーデやったことないよね。だいたいねこのベストはまあ白パンツとかに合わせたりしたと思うんですけど、まああとこの色のカーキ色のパンツとかに合わせたと思うんですけど、そう今回は黒のねデニムに合わせて、かっこよくない？下側のパンツがフレアデニムでちょっと細めでシュッとしてるパンツなんで、だから上をダボってさせることによってバランスがいいというかさ、シルエットがよく見えるかなと思うんですけど、プラスねこの色合い、僕的にねこれ黒のスウェットなんですけど、赤が入ってるじゃないですか、こういうところとか、まあここにもね、なんでこの赤とカーキ、これもね色はね抜群に僕は合うなと思ってるんで、そうこんな感じで合わせたんですけど、どうですか。で下はねまあ安定にこのね白のスニーカーなんですけど、これはかっこよくない？まあこれこうやって前閉めてもこんな感じでかっこいいんですけど、僕はぴったりめのベストだったらこうやって閉めるんですけど、これはオーバーサイズのフリーサイズのベストなんで、僕はね大きめなアイテムはこうやって開けることが多いんで、そうこんな感じで着てます。はい、こんな感じかな。じゃああとねもう一個コーデ考えれたので2コーデ目紹介できると思います。
こちらラスト3コーデ目なんですけど、こんな感じかな。どうでしょうか。こちらはブラックのデニムですね。意外とこういう細めのシュッとしたデニム、これフレアデニムなんですけど、こういうデニムでもいいかもしれないですね。まあ太めのデニムでも全然合うし、そうどっちでもいけるなって感じかな。色合いもいいよね。皆さんどうですか。どの色がいいですか。白か明るめのデニムの色か、このブラック、このね3個今回やったんですけど、どれがいいですか。今回ねパンツの色を変えただけなんですけど、まあ、パンツの色を変えるだけでね、こんなに雰囲気というかコーデのね印象がガラッと変わるんで、今回ねニットブルゾンだから、今回インナーとか使ったり上とかも着ないでやってるんですけど、ちょっとね僕もなんか考えて、インナーとか見せるコーデとかいろんなねコーデとかも考えれたらやっていこうかなって思うんで、今回はねこんな感じで3コーデ組んでったんですけど、ちょっとねコメントとかでね、どの色の合わせ方が僕は好きです、私は好きですみたいなね、そういうコメントとかねお待ちしております。やっぱ買って正解でした。これは本当にめっちゃかっこいい。はい、こんな感じかな。僕が思うにはこういうね細い白の線あるじゃないですか、その白の線も所々でねいい印象を与えてますよね。でスニーカーはやっぱりこの茶色と白のナイキのスニーカーですね。いろんなスニーカー試したんですけど、やっぱりこのスニーカーだなと思います。茶色がね主体のスニーカーなんで統一感も出るし、はい、こんな感じかな。やっぱりフラグスタッフはねいいアイテムばっかりできますよ。僕にとってフラグスタッフね、ぜひねお仕事お待ちしております。このマークちょっとかっこいいよね、なんか3本線のなんか皮っていう感じの出来損ないみたいなね。まあねそんな感じで3個でめくんだんで、ということでねエンディングいきたいと思います。こちら1コーデ目です。これはまあシンプルというか、トラックジャケットに下はカーゴパンツじゃないんですけど太いパンツで合わせました。僕ねこのトラックジャケット使ってる時は結構ねチャック前開けて着てたと思うんですけど、今回はチャックを閉めて黒のパンツで合わせました。こんな感じです。まあこれは結構シンプルですね、合わせ方的に。前までこれさ僕インナー見せてたんだけど、今回はちょっと閉めて着てみました。まあこのねトラックジャケットは閉めてきても開けてきても可愛いですね。僕思ったんですけど、こうやってインしても可愛いなと。なんでかというと、この下が太いパンツだからインすることによってバランス感がいいかなっていう風に思って、インしてもいいかなと思ったんですけど、今回はインはしないんですけど、インしても可愛く着れるかなと思ってこちら出てみました。まあ黒と白のねシンプルな色合いなんですけど、こういったところのデザインとかが、そこがね黒と白なんで、こういうデザインがより一層目立つかなっていう風に思ってこちら組んでました。トラックジャケットもねこれからの季節ね結構ね人気が出てくるかなっていう風に思うんで、前から別に人気なんですけど、これからの季節ねより一層またね着る人多くなってくるかなと思って、まあねこちら1コーデ目ということ で次2コーデ目いきたいと思います。でこちら3コーデ目なんですけど、またねこの MA1 のベストなんですけど、これの中にストレンジャーシングスのスウェットを着て、下をねダメージデニムでこうやって着てるんですけど、これ良くない。これもこれはね袖にもねデザインがあってめちゃくちゃ可愛いんですけど、こういう着方本当にいいと思います。やっぱベストって袖とかがデザインがないとちょっとね寂しくなるというか、そういうのがあるんで、デザインとかを出しておけば結構そのコーデがね袖にデザインがあるだけでベストっていうものが映えるんで、こういう着方をしてます。ちょっとねこれ太めのねデニムなんですけど、あえて太いデニムを使ってゆったりしたコーデというか、こういうトップスの系統だとデニムとかそういう普通のデニムだったり、まあスキニーというか細めのデニムでも全然合うんですけど、あえてねこういう太めのデニムを使うことによっていい感じな全体的にダボっとしたコーデができるんで、バランス感がいいなと思ってねこちらのデニムにしました。やっぱね今までいろんなコーデ組んできて思うことが、やっぱりパンツの種類とかパンツをいっぱい持ってるといろんなコーデができるなって思います。結構トップスを買いがちじゃないですか。やっぱりトップスに目が行きがちというか、僕もねそうだったんですよ。トップスを結構買っちゃう人だったんで、今はね結構パンツ類持ってるんですけど、やっぱりデニムとかそういうねいろんな下のアイテムを持ってるとコーデの幅が広がりますね。まあこんな感じかな。まあこれ普通の MA1 でも中がねめちゃくちゃ可愛いデザインだからいいと思います。ということで次4コーデ目いきたいと思います。ということでこちら2コーデ目ですね。こんな感じかな。黒と赤ですね。かっこよくない？これ赤インナーですね。で黒のベストに黒のフレアデニムということで、これね太いデニムでもいいと思うんですけど、こんな感じかな。これめっちゃいいと思うんだけど、赤インナーってね結構派手なんですけど、黒と赤の相性はね抜群なんでいいと思います。これね今回ねちょっとスニーカー白なんですけど、このスニーカーを赤黒が入ったスニーカーを入れたら全体の統一感が生まれるから余計ねいいと思うんですけど、僕ねまだ赤黒のスニーカー持ってないんで買いたいなと思うんですけども、まあ白でもね全然無難に合うっていう感じなんで、白をね使ってるし、まあ黒でもねいいと思います。スニーカーはこれちょっとねかっこいい系だよね、赤が入ってるから。さっきのはねちょっと可愛い系だったと思うんですけど、これはねかっこいい系のコーデかなって思います。こんな感じかな。マジでかっこいいと思う。最近ねこのフレアデニムね結構使ってるんですけど、パンツはね結構使えますからね。これね普通の黒の MA1 でも中に黒 T シャツのインナーとか着て黒のフレアデニムとかだったら、それもねかっこいいかなと思います。色合いが合うからね、どのアイテムでも補えるかなと思います。僕っぽいですよねこういうコーデ、自分でも思うんですけど。ということでねエンディングいきたいと思います。
はい、というわけでね、どうだったでしょうか。僕のね、厳選した一週間コーデということで、こんな感じでね、動画作ってたんですけど、いろいろね、このコーデ良かったとか、そういうコメントね、もらえたら、僕もね、見るんで、ぜひね、いろんなコメント、よろしくお願いします。またね、いろんな一週間コーデとか、組んでいくんで、ぜひね、これからもご視聴よろしくお願いします。というわけでね、今回の動画、以上になります。この動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。インスタ、TikTok、Twitter もやってるんで、そちらのフォロー、お願いします。それでは次の動画で、バイバイ。